やっぱりスリップ率がちょっと瞬間パンって出たんじゃないの、はいはい、でそこでスッとちょっとすかさず抜いて、はい、でもう一回加圧してみたいな。70、80、90、96、97、100。おいいじゃん。結構グッと止まりますね、うん、はい、ペダルもしっかりしてるし、はい、あとこのパドルシフトが固定ででかいっていうのがフェラーリとかみんなそうですよね、イタリア車はそうそうそう、はい、ハンドルと一緒に動かない、ね、80、90、100。冷えてても温まっても全く同じ気、ね、うん、外周ね、はい、外周行きます。で驚いたのがあのブレーキで、昔アルファはねペダル配置も悪いしね、左ハンドルを無理くり右ハンドルに直したから、あの結構泣きましたけど、やっぱりちゃんと右ハンドル作れてるなと。だからもうイタリア車にとって右ハンドルってもう絶対作りたくない車だと思うんだけど、やっぱりちゃんとできてるっていうところも、まあ、技術レベルが上がったのかなと思いますね。でブレーキは本当にあのしっかりこうビルドアップもガッとこう効くし、あの奥にこう踏み込んでいっても、まあ、ペダルの剛性感もしっかりしていて、減速時もあの ABS 働いてるんですけども抜けるとこがなくて、あの最後までしっかり停止できます。だからこのブレーキのフィールドでいうと、やっぱりポルシェとか BM が目指しているようなあのブレーキフィールですね、スポーツブレーキという意味では、まあ、そういう意味であの軽い動力ですぐに効くというタイプじゃないですけど、しっかり踏めば踏むほど効くという感じです。じゃあブレーキですね、80、90、100。真ん中になんか一回抜くんだよね、はい、ええ、抜きましたね、うん、リアが浮きすぎたんですかね、 ABS の制御で、はい、やっぱスリップ率がちょっと瞬間パンって出たんじゃないの、はいはい、でそこでスッとちょっと影響すかさず抜いて、はい、でもう一回加圧してみたいな、最後もう一回、うん、90、100。まあ今抜かなかった、ね、そうですね、やっぱブレーキタイヤがちょっと冷えてたとかですかね、まあ、状況によるんですね。ドライブモードはどこで買えるの？これです、うん、スポーツにします、うん、でブレーキがあの1回目と2回目がねちょっと違ってて、やっぱりトナレと比べるとやっぱりリアの接地性が少しあの、まあ、怪しいっていうか、あのちょっと不安になるようなフィーリングもあるので、1回目瞬間的に ABS が途中で働いて減速度がストーンとこう抜けてもう一回加圧していくみたいな感じだったんですけど、まあ、2回目はあのうまく、まあ、タイヤの温度とかブレーキの温度の関係で、まあ、リニアにあのスッと止まりましたけど、まあ、効くか効かないかで言ったら隣の方がなんかしっかりがっつり効いたなって感じですね。で印象はやっぱりこっちの ZR-V の方がバネ上のあのボディのこうストロークがあるので、少し全体的にブレーキングの時の姿勢もノーズダイブ感があって、フラットという感じではちょっとなかったですね。だから乗り心地はすごくいいしマイルドな感じがあるんだけど、やっぱり G の大きいところでは少しあのボディコントロールがもう一歩攻めてもいいのかなって感じはしました。